受けて、それでこうやられちゃうとさっき、こう振っていくので受けたのね。でこうやって持った。そしてやられちゃっちゃ嫌だなって後ろ回って、でその間に僕はなんかそうか、昔は洗脳だと五の技とかいろいろ貯金して、ね、こうやって持たれたらどうする、突然持たれたら困っちゃったなってやって、さっきほら幸せやつさ指先落としてたらなんかやとかいろいろ、あとはそのクソの光とかね、それが洗脳してるとか、それからあまあいいや、そういう話したの。最初は洗脳技っていうことで自分から打ってきて、それを持って立って、なんかやりましょう。洗脳技、洗脳技ってことは自分が打ってきた、で、それを彼は抑えてきて、こっちに取ってきて、どうなんだで、その間、いろいろ終わってきましたけど、足を開いたことないと、良くないから、足を閉じれば、いろいろ天の技、それでこれを押さえてきて、それで、で、その感じで先に打っていって、変わる。先に打って、バーンって、本当は彼女はこれ受け、避けて困ったのに、今はこうしちゃってました。それで、バーンって打っていったら、座る。で、大事なこと言うなんですよ。正中線離さないと。こう言っちゃったら、大事だから、なるべく合わせる。いろんな、本当ありますけど、一番ここを守って、バーンって来たら、もう座っちゃう。こう、ボケで、こう、やってると思う。バーン、クソクソ、すぐ分かりやすい。ボーンと来たら座る。邪魔しない。それだけ。それだけ。ちょっと待って、今言ったのは、こねてないの、これ、後ろ通ってきたの、こう、こうやってないの、こう合わせたりなんか、一応、やめましょうって話、ただ、この、だから、こう来て、来たんだよ、これだけ、取れない、ここを触った時にさ、この手なんか、こういうところ、こうになんかこねて、これもこうになる。バーンと打ってきたらもうすぐパッとこういう、それではあんまりこねない、相手気にしないでしからこねないで、プンと正中線で振り切り下ろした、ただそれだけやってほしい。それが一番なっていく、スンスンってね、こうパッてこういくのが難しいから、じゃあこれ切りましょうか、こう切ってからこうやって、その方が分かりやすい。こう押さえて、彼を押さえてきました、そしたらここ受ける人に押さえてもらう、上の人に受ける人に、そうそうこう打ちました、自分が打ってきました、受ける人を押さえました、そういう受ける人にちょっと協力しまって、自分が打ってきてやったのを押さえてもらう、そうで、それで押さえて、僕は打ちました。僕が打ちました。彼を押さえてきました。ここで押さえてきて、それをよくこうよって振りかぶってもう一回やるんじゃなくて、バーンと打ってきました。押さえてきたらそのまま。やった方がいいか、最初。そう、みんな大体やってるのは、押さえてきて、そしたらよくよってもう一回振りかぶってよし。こう来たらそのまま振りかぶんないで、
きましたけど、振ってね、あんまり振っていって、このままね、これ外せないの。じゃあ、今度はね、こう打っていくんだけど、打っていくんだけど、打っていってか、僕が打っていくんだけど、打っていくと彼、僕が打っていくんですね。打っていくとこうなって、彼は受けようとする。それを、こっちへちょっとずらす。そう。打っていくようだけど、こっち行っちゃったよ。彼は外回っていく。で、まっすぐ。ちょっとずらす。そうすると、彼は僕が、さっき下がったな。これ、さっき。打って打つのはこっち。こうなる。ちょっと自分で余裕を持たせるために打ちますよ。だからこっち。それからこっち。ちょっとずらす。まっすぐからまっすぐこう見る。こういうことすごい大事だ。ちょっとこっち。打っていくよって言ってんだけど自分がさ。自分があっちやるときに一緒にこうやってみて積極的にしてきました。まあこれ片手の揃いなんだけど、ここは当てに入れるから彼はこれ嫌だよって言って回ってこれあっちに入れる。今度当てに入れる。こっちだ。ちょっと余裕さしてる。打ちますよ。もう全然余裕だよ。時間が長くしてる。で、まあ、いろいろな。じゃあ、そうです。打ちました。打ちました。入りましたね。この手に合わせて、こう回ってきてなんかやったんだけど、その前に、打っていって、こう来たんだよね。ここ入るんだよね。だからこのまま行っちゃうの、こうやって。打たんだよ。そう。みんな見たよ。打っていきますよ。ここに来ました。ここ入りました。ここ上がっちゃう。ここ、こんでいっちゃう。ここじゃなくて、ここの2階。ここさ、どういうの？ここ、こんな。ここ上げる。ここ上げる。ここ上げる。これはできない。その次は上がる。また最初は交差通りをつもりこうこうこうしたこれ上げるじゃあそうです落としたそういう形ね。そしたら今度は余裕持って回ってくると許してあげるの。こう上げちゃってこないでバーンってやったら下から許してあげる。ここ回ってくるバーンと打っていきます。当てるのはここに来る。こうやって許したい。回っても許したい。こうしたから下からこう出てきたらさっき終わっていきます。足状態も回ると下げてこうやって回すと相手がこうそれで上上げて今度は後ろでバーンってやってバーン許してあげました。回ってきました。最初にバーンってやってこのまま上げてきたのとバーンってやって許してあげてから下げてからそれから上げたものを本気でバーンって下げてこうやって上げてくるのこのまま下げてこのままじゃあこの混ぜてくれるバーンで許してあげて回ってこれ今度はこの後ろの手もらう。バーン許してあげて、この手を振る。この手さ、ちょっと待って、ちょっと余裕がある。で、許してあげて、
きます。この手、この手。だんだん。そういう感じ。だから、まっすぐがまっすぐ。それで、まっすぐ行ったときに、足の前にいると、これ、全然ダメなの。だから、この線、この線の外にいなきゃいけない。僕は、必ず。仲間にいると、この手やらしい。足とか。この線の外。こういうふうに。腰回すの。ね、開いてると回らない。だから、閉じて回す。と回るよね。後ろの手取るときは、必ずこう。見て、この線、この線の内側で、やったらダメなの。だから、すぐこっちに頭がない。そうすると、こうなる。で、上目から打ち上げて。それで、バーンってやって、バーンってね、指してあげます。と、この手取りに行きます。で、この時が一番危ない。だから、許してあげた時に、もうすぐこっちへ入る。こういう姿勢後ろに来た時は、まあ、後ろに来た時はもうすぐだこうなるべく足閉じてプリン開いてできないで、まあ、その辺大事、まあ、だ振りすぎちゃうとこうやったんですけど、あんまり手をこう振らない方がいいと思うんですね。外に振らない、なるべくここに置くと自分の前に置く。打っていって、この時も自分の前できたらね、こう見ちゃってるとちょっといい。やばい感じ。そうです。自分のこの手は自分の目の前に置いておいて、そして許してあげる。こういつもこう。そして許してあげて、この手ね、取るんですよ。この手もこっちへ出すって言っちゃうと、やられちゃうから、なるべくここを取る。そして腰を返して、上げて下げる。そういう形。なるべくだから、なんていうかな、手は自分の目の前に置く、自分の手、こういうふうになっちゃう。そしてこっち、後ろ来ても、ここにあるから、腰を変えるだけで、言葉が出れるっていう、そういう感じで。まあ、こう、じゃあ次の練習方法、こう、こうやってこうやりましょう。こうやって、こういうふうに、手使わない。彼は股関節をこうです。すごく入りづらいから。大きい人は入りやすい。すごく入りづらい。こう入りづらいよね。でも、ね、こう、ぬるりって、ぬるりって感じ。ぬるり。自分がこうやって、ぬるり。で、さっきそっちからこうやって、両方いきますから。この手、この手持ってもらって。手を使わないように、こう。で、こうやってきて、こうやって動きます。両方できますね。この手だけで、こうやってきて、まあ、息を落としてもいいし、ここにもこう上げてきて。こうやって。ここで、ちょっとしまいます。じゃあ、いつも、新たに食堂もちょっと乗せようと思うんですよ。ここは上下ね、こう、柔らかくした方が楽ですよね。大きさに応じて、これ。ね、大きさの音もできるんだろう。そしたらこれで上がる。この近くでこうやって上げれば、このままやったら、このままやったらこう自分のこう下がらないんで、そういう話。こうして手だけでできるんだったら、手はここでこう上げる。まっすぐね。さっきこっちの外の方を。そういうことで。だから、ここはまあ勝ちない。ほど勝ちがしない。で、彼のこの脇の下のこの、この部分をもらう感じにこう、ね、合わせておいて、で、こう、あとでリッチをもらったら、線を外して、ここに入れられたら、こう、で、こう、この位置は一番嫌なんですよ。抜けたで、足、こう、よく立って、これ離して、こう回してきたらすぐにこう回って回った瞬間ぐらいに効かないようにしょ、この手もこの手も効かないでしょ。
そういう意識が必要です。こういう練習、手、あんまり離さない。下手に。はい、どう？これすごい。練習の方法としては、後ろ取りすごくいいと思います。みんなこうやってなんかやる。みんなこうやってやるんですよね。後ろ取り。これあんまり良くない。とても使えないんだけど。これやる稽古。手使わない。少しそういうのをちょっと精度を上げるというかな、ちょっとそれだけ少し。